上海公共交通カードは上海市の公共交通機関などにおいて利用できる非接触式 IC カードである。1999年12月末に導入された上海市の公共交通機関のバス、トロリーバー、2006年6月より無尺対抗公共交通カードとも相互利用可能となっており、その他蘇州市、広州市でも利用可能となっている。 上海公共交通カードを利用すると、上海トランスラビットの運賃が2割引きとなる。上海貨車駅駅、公共二号高単路、南京西寺駅など、改札外乗り換えとなる駅でも投資運賃が適用される。上海地下鉄二号線と、ハリエユー電車を乗り継ぐ際には、割引運賃が適用される。2時間以内に、バスマイナスバス乗り換え。 バス地下鉄の理解を行うと、運賃が一元引きとなる。などのメリットがある。もっとも、運賃以外の面でも、上海地下鉄の券売機は混雑しやすく、効果のみ、使用可能という機種もあるので、待たずに、すぐ改札を通れるという利点は大きい。また、2005年9月に、上海地下鉄の料金が改定された際に、利用者への負担軽減策として、 上海公共交通カード利用者の3ヶ月で70元以上を利用した場合その月の間、以後使用する分の運賃が10%割引となる。地下鉄、上海トランスラビットに乗車する場合は、改札機の上部に緑色のセンサーがあり、そこにカードをかざせば、改札を通ることができる。上海地下鉄の普通乗車券、上海トランスラビットの普通乗車券、往復乗車券、 割引乗車券も使い切りの IC カードとなっており、入場時の対応は同じで、出場時に回収口に投入する形式になっている。回収された乗車券は再利用する。バスに交通一通り、乗車一機と書かれた標語バスに歓迎しよう公共交通、歓迎しようとしたビュと書かれた標語バストロリーバス利用の際は、乗車時にカードをセンサーにかざせばよい。 車掌がいる場合は、行き先を告げ、車掌の持っているセンサーにかざせばよい。ただし、乗り換え割引などの理由で、複数人数分を1枚のカードで支払うことは、できない。カードは10分ほど間を置かないと、使用することができない。カードは人数分用意するのが望ましい。私船での使用は、歩行者、自転車、バイクなどに分けられた改札に注意し、センサーにかざす。 上海駅駅に設置されたサービスステーションチャージは地下鉄駅及び一部のコンビニにおいて可能であったが2017年より自動チャージ機の普及により100カ所の駅窓口においてチャージが不可能になった自動チャージ機では銀レンカード及びしつけでからのみでの支払いが可能となっており現金でのチャージはできない現金でのチャージを希望する場合窓口にて チャージが可能な駅もしくは、吉野里家庭両友などのコンビニに赴く必要がある。上海公共交通カードには、下記の5つの形式がある。標準カードのみ使用しなくなった際に返却すれば、デポジットの返金が可能で、10元を超える払い戻しの場合は、10%の手数料がかかる。カード自体も、再利用される。他のカードについては、 デポジットの返金はない。チャージは、上海地下鉄の各駅や、コンビニエンスストアなどで可能で、入金単位は10元以上10元単位で、最高1000元までとなっている。上海地下鉄の各駅の自動券売機では50元単位で、発売している。最後に利用した日から2年間有効で有効期間が、過ぎると窓口で手続きをしない限り利用できなくなる。 パーソナルカードは南京西地域でのみ発売されており、1枚100元で90元がカスタムデザイン台として回収され、残りの10元が IC カードにチャージされる。ありがとうございます。